デラウェアシティは、アメリカ合衆国のデラウェア州にある都市。人口は2000年国勢調査の時点で1453人。チェサピーク、デラウェアウンガの東端に位置し、ピーパッチ島のデラウェアトリへ船が出ている。国勢調査局によると総面積は3.4平方キロで、うち3.3平方キロが、陸地6.01%にあたる0.2平方キロが水域である。 2000年の国勢調査時点で、この市には1453人、567世帯、395家族が暮らしている。人口密度は1平方キロあたり445.2人で、平方マイルに換算すると1156.3人となる。住居数は616件で、1平方キロに平均188.8件が立っていることになる。 住民のうち白人は87.47%、アフリカ系は10.32%、ネイティブアメリカンは0.41%、アジア系は0.21%、その他の人種は0.69%、根結は0.89%、ヒスパニックは1.24%を占める。567世帯のうち31.6%は18歳未満の子供と暮らしており、 46.0%は夫婦で生活している。16.0%は未婚の女性が世帯主であり、30.2%は家族以外の住人と同居している。25.4%が一人未世帯で、8.8%を独居老人の世帯が占める。1世帯あたりの平均構成人数は2.55人。 家庭の平均構成人数は3.03人である。住民のうち24.8%が18歳未満の未成年7.2%が18歳以上24歳以下28.7%が25歳以上44歳以下27.3%が45歳以上64歳以下12.0%が65歳以上となっており 平均年齢は38歳である。女性100人に対して男性が101.5人いる。一方、18歳以上の女性100人に対しては98.4人いる。1世帯あたりの平均収入は43,611ベイドル。家族ごとでは52,94ベイドルである。男性の平均収入は4万1 9 2ベイドル。女性の平均収入は27,800ベイドルで。 労働者でない人々も含めた、住民一人当たりの収入は2万1992米ドルとなる。総人口の8.5%、家族の5.9%、18歳未満の子供の11.7%、及び65歳以上の高齢者の11.2%は、貧困線以下の収入で生計を立てている。2005年の企業買収で、 プレムコアからバレエロエナジーコーポレーションの所有となったデラウェアシティ石油生成所に近い。2006年にはバレエロ社が空気中の廃棄物を削減するガス処理施設の整備に4億ドルを拠出したが、町の産業は大部分を海運に依存している。市外からのスリーフォーツフェリーの運行が町の主要な観光アトラクションとなっており、 このうちデラウェア砦は南北戦争で監獄として使われたため今でも例の目撃証言がある。ありがとうございます。